どうも、ハイチです。暑くないですか？皆さん住んでるところによるとは思うんですけど、自分が住んでるところもね、もうほんと毎日30度超えてて、今日も32、3度とかなのかな。暑くってですね、梅雨明けてないのにね。で、ぜひね、皆さん熱中症に気をつけてください。自分今年もうね、一回軽い熱中症やらかしてるんですけど、で過去にはね、一回がっつりやらかしてて、熱中症。ほんと辛いんですよ。で、下手するとね、命に関わる問題ですし、その屋外だろうが、室内だろうが関係なしに起こるから、ぜひね、体大事にして、その熱中症だけじゃないですけど、体が資本ですんで、こう、しっかりね、体調管理整えて、頑張っていきましょう。はい。で、今回ね、それを伝えたかったわけではないんですけど、一個ね、皆さんにお願いが今回ありまして、ね、早速ね、変な話なんですけど、ちょっと想像してもらっていいですか？皆さん普通に学校、まあ、通われてて、まあ、塾の先生とか学校の先生とか、まあ、もっと言ってしまえば別に漫画の中の先生とかのでも構わないんですけど、まあ、こうね、まあ、漫画の中はあれか、でも、こう、信頼してる先生っているじゃん、いると思うんですよ。まあ、いてほしい。一人はいてほしい。まあ、いなかったらごめんな。で、その、例えば勉強を頑張んなきゃいけないときに、その信頼してる先生、この先生に、どういう風に言われたら勉強のやる気が出る、頑張ろうって思う言葉ってどんな言葉なのかっていうのを今回教えてほしいんです。で、さっき漫画の話をしたのは、その漫画の中のね、例えばそのイケメンの先生がいてさ、そのワンフレーズがあるわけだよ、きっと。フレーズ、セリフがね。で、やっぱりこれ言われたらまずいわっていう、そうでも構わない。漫画に書いてあった、本当に書いてあったそのままでも構わないし、実際にみんながね、この先生って思い浮かぶ先生がいたら、その先生にこういう風に言われたら、やべ、ちょ、頑張ろうって。まあ、勉強だけじゃなくて部活とかでも構わないんですけど、頑張ろうっていう思う言葉とか、あとはちょっとずれますけど、悩んでる時にこういう風に言われると嬉しいとか励まされるっていう、まあそういう言葉でもいいんですが、それをね、ぜひ今回この動画のコメント欄に書いてみてください。で、もう一個ちょっとお願いがあって、今のは、一応ね、設定、先生はね、男の先生でちょっと考えてほしいんですけど、だから、男同士でもさ、自分もすげえ信頼してる先生、松崎先生っていう先生がいて、昔。で、その先生は男なんだけど、だから男同士でもあるわけじゃん。この先生に言われたら、やっぱちょっと頑張ろうって思うわ、みたいな。そう、それでイメージしてもらって構わないんですが、もう一個は、ちょっとこれ女の子限定になってしまって、信頼してる先生っていうよりももっと踏み込んで、ほんとちょっと好きみたいな。好きな先生。で、この先生に、こういうこと言われたら、頑張ろうじゃなくて、ちょっともうキュンとするみたいな、胸キュンワード的なのも、このね、ちょっとコメント欄に書いてほしいんです。で、ID を持ってなかったり、あとはみんなにね、見れるところにはちょっと恥ずかしいなんていう方は、まあ、Twitter 見れちゃうんであれですけど、あとは Twitter の方に自分のメアド書いてありますんで、まあ、そこに送ってもらっても構わないんですが、できれば、この動画のコメント欄に書いてみてください。なのでね、今回お願いしたいのは、その男の先生に言われたら頑張ろうと思う言葉とかセリフっていうのを書いてほしい。で、もう一個は、その男の先生に、好きな先生にね、こういうこと言われたらちょっとキュンとするとか胸キュンするっていうセリフとか言葉っていうのをぜひね、書いてみてください。で、昨日ですね、そのツイキャスの方でちょっと聞いてみたんですよ。まあ、いつも仲良くしてくれるメンツにね、聞いてみたんですけど、やっぱりね、俺33歳なんで、実際自分がね、こういうこと言われたら嬉しいのかなって思うのと、すげえずれてるの。みんなが書いてるやつが。俺が超ずれてる。やっぱり、実際にみんなが嬉しいって思う言葉をちょっと参考にさせてほしいので、ぜひね、どしどしと書いていただけたらと思います。で、もう一個ちょっと最後ね、お願いがあって、そのね、コメントとかちょっと考えるのめんどくせえな、みたいな。ただ、どんなの書いてあんのかなって気になって、コメント欄見ていただける方いらっしゃると思うんですけど、で、見ていただいたときに、こう、あ、確かにこれ言われたらちょっと頑張ろうって思うな。俺もちょっと言われたいかも、これ。とか、賛同するやつがあったら、コメントのグッドボタンをぜひね、押してほしいんです。そうすると、グッドボタン多かったらさ、あ、これ、こういうのが、やっぱ、嬉しいって思う子が多いんだっていう、自分が参考になるので、ぜひね、そちらもお願いできたらと思います。で、日付がね、ちょっとあんまりなくてですね、今日、今、29か。あさって日曜日の7月1日までは多分見れると思うんですよ。まあ、月曜でも多少見れると思うんですけど、まあ、この土日にですね、ぜひ間に合う方は、この動画気づいた方はね、ちょっとね、時間もらって考えてもらって、コメント欄で書いていただけると嬉しいので、ぜひね、協力の方よろしくお願いします。